って書いてたんですよ。名前で、自己紹介ちょっとボケようかな。そう、ちょっとまあ本当にライトなやつですよ。で、これを出してターゴって言うとしたんですよ。そしたら、葉月くんだけホワイトボード持ってないからなのか、これを書いたの見てパーコって言ったんですよ。鬼やいくない、鬼やいくない、これやねえねえ完全に通しに来てるよね、これなんでなんですか。代わりに滑ってあげた。ああ、じゃあ優しい。いや、でもね、絶対ね、違うよね。その優しさじゃないね。だってその開始ね、カメラピッて回る数秒前に絶対それ出すやんって言ったんですよ、これ見てどうにかして潰してやろうと思ったら自分だけホワイトボード持ってないから。そう、あ、なるほどね。まあ、5人中4人しかホワイトボード持ってないのはなぜなのかと。まあ早速ね、ちょっとこれは企画の内容に関わってくることなので、はい、タイトルコールからいきたいなと思います。はい、本日の企画はバラバラアニメ創作クイズ。本日の企画なんですけれども、まあ、フリップを持った4人がいますよね。はい、この4人がクイズの問題文の創作者になっていただきます。おい、で、持ってない1人が何のことを言ってるのかっていうクイズを回答していただくんですけれども、あ、まあ、ニコンさんの方からアニメに関するワードを出していただきます。で、それを、まあ、例えばじゃあ今葉月くんホワイトボード持ってないので葉月くんが回答者だとすると、残りフリップ持ってる僕らがそのワードを見ます。4人だけ見ます。で、そのワードについてのクイズの問題文をこの場で相談なしで即興で作って、なんとかのカンテカで、なんとかでカンテカは何でしょうって言った葉月くんはそれを答えられるのかっていう企画なんですね。ああね、じゃあナルトっていうお題やったとしたら、うん、はい、例えばじゃあラセンガン、ラーメン、うん、オレンジの服を着た少年は誰でしょうみたいな。だからまあ要は一人ずつ使えるのは1単語と1接続詞なんで、何々のとか何々がとか。じゃあオレンジの服を着た少年やったら3つ入ってるから、うん、そう、オレンジの服を着た少年だから、オレンジ単語単語動詞単語なんで、じゃあもう少年は誰でしょうとしか書かれてない。そうそうそう、少年は誰でしょうか、なんとかの、なんとかの、なんちゃらの、かんちゃらは何でしょうって言って答えてもらう。新しいね、4人で創作したクイズを一人答えていただくという新しいクイズを結構やってみたいなと思います。はい、それでは今日も元気よくやっていきましょう。 It's Showtime！ さあ、それでは早速ね、企画の方行っていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ最初はじゃあ葉月くんが回答者ということで、オーケー、葉月くんが目を伏せといてもらって、はい、この問題文ロコイチの時にそのお笑いやんなよ。気づかんねん。はい、じゃあ葉月くんはちょっと目を伏せていただいて、はい、はい、4人で、お題の方見ていきたいと思います。はい、それではニコさん、お題お願いします。第1問、携帯こちら。あー、なるほど、はい、はい、できました。はい、それではいいですか。はい、大丈夫です。頼むな、葉月。 OK、 答えて。あー、下げろ、簡単やからな。お願いします。それでは古田くんの方からどうぞ。ブルマ、青い服の生え際が野菜みたいな名前の人は誰でしょう。せーの、ベジータ。余裕やん、余裕やん。あと、ちょっといいですか、俺1単語と接続詞って言ったよね。俺多分青いと服はさ、形容詞と名詞入っちゃってるから、俺1単語じゃないやん。これだしね、野菜みたいな名前ってさ、野菜みたいな名前はだけど分かるやん、そんな。あとその和いらんって話何回もしたしな。風太以外超えてるで。あ、風太くんは普通に足りてないです、接続詞。いや、接続詞がある。だって一人でいいんだもん、企画の思考が分かってないの。なんで4人中3人企画の思考分かってないの。どんなグループや。はい、それでは次の問題お願いします。2問目の正解はこちら。あー、あー、おー、これはいけるやろ。でもまあ普通に特徴がありますから OK です。はい、それでは風太くんの方から、あ、いきたいと思います。はい、はい、いきます。ビヨーンって食べて伸びる果実はおのーなんでしょう。せーの、ルフィ。あ、ブルフィ。うわー、めっちゃ問題やん。これは果実はやゴムゴムゴミ。正解。おクオリティ出て無理やったらもう今日無理やで。えぐくない。次の問題いきたいんですけど、はい、まあこれちょっとさ、全員でせっかくやりたいから、うん、こうやってロケット鉛筆方式でちょっと押し出されて、うん、いこうか。 OK、 次りょうたくんが回答者、はい、なずきくんが一番先頭の問題者。はい、いいなボン。はい、それでは、次りょうたくんが回答者になってこの4人でいきたいと思います。はい、それではにこさん問題の方お願いします。3問目の正解はこちらです。うぇー、なるほどな。むずいか。ああ、わかりました。はい、もう完璧です。そういう名詞なしやもんな。
正解は分かった。いけました OK。 よし、それでは龍太くん、はい、今から僕たちが問題を出させていただきます。はい、お願いします、はい、では葉月くんの方からどうぞ。歴史が一番強くて長は何でしょう。うわせーの、千空。ブルヤー。俺はここが里でってくると思った。あー、里があったんだ。里で一番強くて長はやったらおかげ。うわせーの、いい仕事しました。そうそうそう、これやっぱ宇宙や。結局歴史に引っ張られたもん。めっちゃカモモル系を探してもったいないな。もったいないな。これそれでは次は僕が回答したということなので、皆さんお題見ていただければ。はい、どうぞ。はい、4問目の正解はこちらです。うわー、あーね、むずいな。ちょっと逆に誰も行かなさそうなやつ行くわ。俺はもう3番です。3番の答えを書きました旦那さん、順番の役回りが分かってください。分かってます。俺も2番やわ。ザ2番。俺と葉月だけは多分いける。マジ？お、期待しとこう。じゃあ無難なやつで接続したらいける。はい、じゃあ龍太くんの方から、はい、問題文お願いします。いきます。はい、アルファベットで好きでだっ甘党な人間は。はっはっ、もう一回読んでみ。アルファベット、アルファベットで好きで甘党なら人間は。忘れろ葉月よせーの、 L。 正解。異性いたよ、これ3番や。いや、いい、いい。でも、これもまあまあ安定だよね。何が来てもね、いいよね。お前のことじゃないの。お菓子が、お菓子が。あー、やるほどね。はい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 。はい、じゃあ次、ケンジ君。やったー。おー、おもろい、これ。いいな、いいぞ。これめっちゃいいよ。はい、それでは次、ケンジ君が回答したということで、問題の方見ていきたいと思います。5問目の正解は、こちらです。おー、わかった。一発目だ、俺。これちょっと逆の発想いきます。もしどっかで狂ったとしてもこれで帰ってくれるよねってやついきますわ。はい、全然いきました。はい、それではいきたいと思います。言葉を、小判をついてるにゃー。あー、待って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 、答えだ、答え。待って、にゃーす。正解。ずるないそれ。ずるじゃないか、もはや。もう僕やん。ずるからさ。あと一応最後、あの、なんでしょうつながるようにしてほしい。にゃーでしょう。にゃーでしょう。にゃーでしょう。何がついてると。額に小判がついてるね。あー、小判と思ってた。逆に、すごい、すごい、だから合ってる。すごい。はい、じゃあ次、くーたくんが回答しますね。ラスト、ラスト、最終問題。答えで綺麗に終わると。まあそうですね。これね、今日出てるアニメ系、はい、俺基本的に余裕。まあまあ、ファイブボンバーっていう愛みたいなもんやから。そうそうさあ、それではリコさん、問題の方お願いします。最終問題の正解はこちらです。うわ、待って。あー、なるほどね。はい、でも分かりました。いけますわ、いけますわ。だってフーダキに似てる。 OK です。はい、うわ、それではケンジ君の方から、まあ、葉月君一番最後自分で読んだらは何でしょう。はい、ではケンジ君から問題文お願いします。ハゲで一本、一本だけ。あ、ハゲは誰だ。一本ハゲよ。ペンパイのパコペみたいな。ハゲ一本、一本ハゲ。では、それだけ回答の方お願いします。ナミゲーさん正解。いや、意外とできちゃうんだね、これね。簡単すぎる。で、やっぱでもほら、問題さ、やる前にヒント出しちゃってたから、そのこれやる前にフータ君似てるよねとかさ、ごめんなさい、それヒントを出してしまってたら、だからそれは分かっちゃうよね。ごめんなさい。どこだ、ここは似てんの。固有名詞と一緒や。そう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 、もうほぼだってサザエさんの、お父さんで、
カツオをよく叱ってるぐらいまで言っちゃったみたいなもんだから、ふうたくんに似てるっていうワードだけど、ごめんなさい、もう一問だけやらせてくれ。それはやっぱね、もう一問やりたいよね、ごめんなさい。まあ次回はそういうことないよね。もう一問やりたい、2号第2回楽しみです。もう一問やりたい、ちょっともっと難しいのやりたい俺。それじゃあちょっとまた第2回で、もっと難しいのやりたい、はい、しております。バイバーイ。